レオホー連敗ストップ。どうもゴマトさんでした。はじめです。やりましたよ、やりました、連敗ストップですよ。皆さんおめでとうございます。あーよかったね、よかったね、本当によかったよ。俺言って負けたらどうしようかと思ったマジで。与座の10勝、そして金子復帰早々ファインプレー、そしてその裏の攻撃の先頭打者スリーベース、おめでとう、そしてありがとう、カモン。というわけで今日のおつまみは、今日ね現地で行ってきた、動画の模様を見ながら酒を飲んでいこうかと思います。はいはい、西武ドーム、あベルーナドームですね、ベルーナドームに到着。はい、源田の背中からのレオのお尻。おまっとさんでした。ヤチロです。西武ドームに到着しました。現地でねユニフォームを調達すればいいやと思い来たところ、どうやらこのフラックス入場制限がありまして、整理券がないと入れないみたいなんですね。本日の整理券全部配布終了いたしましたということでね、まさかねこんなことがあるとは思わなかった。大失態ですよ、まさかユニフォームなしでの観戦。ここに来てこの低たるくっぷり、これが平八郎放送局、これが平八郎劇場です。皆さん、松田達志劇場に負けを取らぬ平八郎劇場を、展開しております。雲行きが怪しいです。試合前というのよろしくない、これはよろしくない。安牌でちゃんとユニフォーム持ってくればよかった。くそ、こんなことになるとは、残念極まりない。はい、というわけで、本日観戦した席がこちらですね。はい、一塁側のね、最上段の方なんですよね。これなんで最上段にしたかと言いますと、後ろがね壁になってるんですよ。で壁になってるおかげで、他のお客さんの、顔を映さずに済むというね、そうモザイク処理をしなくて済むというのがね、一番のこれ魅力です、この動画を撮る上でね。はいはい、お昼はこちら誉れ亭でございます。やっぱ西武ドームといえばもとい、西武球場といえばやっぱねうどんなんですよね、僕の中で。うん、それこそね、まあライオンズクラシックにあやかってね、そう、その西武球当時のドームのない時のやっぱりうどんっていうのはね、僕の中でねかなり思い出深いものなんですよ、この西武球場のね おうどん。当時は誉れ亭だったのかな、ちょっと覚えてないんですけど、僕も子供の頃だったんでちょっと覚えてはないんですけども、うん、西武球場のね僕うどんが好きなんですよ、この西武球場の一塁側のうどんが好きなんだ、うどんが好きなんだ。はい、こちらがそのうどんでございます。肉うどんです、これちなみにね、肉うどんだけど、あのトッピングでかき揚げ入れたらもううどんが見えない、キャベツと かき揚げしか皆さん見えませんよね。もうなんだかよくわかんない食べ物になってますけど、すいません、これうどんです。はい、誉れ亭のうどんでございます。1150円でございます。いただきます。うんうんうん、おいしい。うんうん、そう、このね誉れ亭のうどんっつうのはね、これ結構コシがあるんですよ。これ知ってる人は知っている、ライオンズのね球場飯のこの誉れ亭侮る流れ、この見た目とは反して、あ、うまいんですよ。多分僕のこの写真の撮り方も良くないのかな、もうちょっとこのかき揚げどければね、うどんなり肉なりが見えてきたはずだった。でごめんなさい、ずっとさっきから静止画で、うん、あのね両手で食べるものを買っちゃダメだね、思いました。動画が撮れない、両手で、そう、うどんはね両手使わなきゃいけないからね、これ動画が撮れないですね。うん、だから、次回はね、サーモス席にしようかなと思います。
一塁側のサーモス席にしようかなと、思います。テーブルがあるからね、カウンターがあるから、その目の前にあのカメラを置いて、でね、あの器はそのカウンターに置いて食べれるわけだから、両手空くわけだからね。だから次回はね、サーモス席ちょっと立ち見でしんどいかもしんないけど、サーモス席かな、なんか食レポとかするときは。でね、ここの現地観戦でいろいろ改善点がまた見えてきました。はい、いやー、1回の表はね、2アウト2、3塁でね、よく古川を抑えたね。ようやった、俺がうどん食ってるうちに、ようやったよさ。いやー、山川ちょっと心配ですね、やっぱね。ここもね、チャンスで打ち上げてしまいました。もうバカタレやと、ね、もうサイレントバカタレをかましてました、この時。はい、2回裏、中村剛也がソロホームラン、ようやってくれました。さすがよ、俺らの牙ね、俺らの牙一点先生、ようやったぞ。はい、打ててよかったですと、ありがとう。はい、ここでアルコールの注入でございます。レモンサワーでございます。あのね、この席一番上なんですよね。一番上の席なんでね、あの売り子さんがなかなか来ないんですよね。でね、なんとかね、僕もあの呼び止めてね、売り子さんを。そしたらね、売り子さんがね、僕にね、優しくね、ここじゃなかなか来ませんよねつってね、接してくれましたね。ひょっとしたら、まあ、あの僕に気があるかもしれませんね。あの、まあ、別にね、 LINE のね、交換ぐらいは別にしてあげてもいいんだけど、まあなんだってね、まあ僕も YouTube で、もう毎日投稿してるから、まあなかなかね時間を作るっていうのはまあ難しいかなとは思うんですけどね。はい、3回の表でしたね。金子雄二が、金子雄二が復帰早々の金子雄二が、近藤健介のね、ヒット性のあたりをスライディングキャッチ、見事でした、見事でした。そしてその裏の攻撃、先頭打者金子雄二がスタンディングトリプルやってくれました。さらにさらに、2番源田がまたしても2者連続のトリプル、スリーベース、見事1点追加、2対0。そして森友哉も続きます、犠牲フライ、無駄がない、攻撃に無駄がない、3対0。その後のバッターのことはよく知りません。あれ、さっきと帽子が違うな。あれ、さっきまで白い襟だったのに、あれ、どうした、どうした、どうした。あー、ユニフォーム。そうです、フラックスに行ってきました。3回裏の攻撃終わったらフラックスに行ったら空いてました、クリちゃんのユニフォーム、買っちゃった、買っちゃった、買っ、はい、5回の裏終了してゲーム成立。近藤健介が1000試合出場ということでね、なんだろうな、このね、1000本安打といいね、この1000試合出場といいね、最近のこの近藤健介のね、この西武ライオンズに対してのこのアピールがすごいですね。もうこれ求愛だね、求愛行動してるね、近藤健介ライオンズに対して。いやいや、あのね、こんちゃん、いや、取ってあげたいのは山々なんだけどもね、まあ、うちにもうちの事情ってもんがあるからさ、な、今年な、森友哉をな、残留させるのでさ、ちょっと手いっぱいのところがあるから、まあそうだな、近藤健介な、気持ちありがたいんだけどな、来たいっていう気持ちありがたいんだけどな、どうだろうな、難しいところがあるかもしれないな、でもまあ、ね、そこまで、こんちゃんが来たいと言うならば、うちの鍋ちゃんがね、動かないことはないぞ、こんちゃん。はい、おなじみ7回裏攻撃の前のホエロライオンズね、これね、これ旗のね、俺ね、毎回ね、絡まっちゃうんですね、俺旗の振るセンスがないんだ、どうやってる、これ
どうやってもね、これ絡んじゃう途中で、これほらほら、さあ源田壮亮セーフティーバントの後、森友哉もヒットで続き、ノーアウト1・3塁で俺らの4番、悩める4番、山川穂高だよね。えここで1本欲しかった、欲しかったが、結果が残念ながらサードゴロ。ただね、当たりは良かったんですよね。うん、当たりは良かった。うん、だから明日以降のペイペイドームでの活躍に期待しましょうよ。今年はもう最後まで山川4番、もうこれ多分辻さん変えないと思う。うん、信じましょうよ。ワンダーン。タイレーライオンズ見事勝利、レオホー。そしてこのヒーローインタビューのね、この与座くんグッときましたね。このね、状況である先輩の山川穂高もこの与座くんのヒーローインタビューを見てね、奮起していただきたい。さあ明日からホークスとペイペイドームで3連戦だ。なんとしてでも最低2勝1敗で行ってもらいたいです。死力を尽くせ、レッツゴーライオンズ。I take to the ball game, チケットは取ってるんだ。 I take to the ball game, 君が勝利の女神さ。